から長い距離に小池もいますが、とりあえずもうゴールを狙うでしょうけども、はい、リバウンドを、ね、両チームどちらが取るかですよね。そうですね、うん、ゴールキーパーは畑実。レフリーの笛が鳴りました。ゴールキーパー南もじっと見つめている。柔らかなボール決まりました。南が大きくガッツポーズを見せている。南雄太も喜んでいます。2対2同点に追いつきました。南がガッツポーズを見せている。土壇場で同点に追いつきました。横浜 FC 素晴らしいフリーキックでした。これが今シーズンの横浜 FC、 13試合負けなし、